九谷駅は、兵庫県三方郡新温泉町、九谷矢座総外にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。浜坂方面に向かって、左側に、単式ホーム一面一線を有する地上駅。もともとは、相対式ホーム二面二線を持ち、交換設備を有しており、2007年度までは、駅舎側の一番線に、豊岡方面行きが、 浜坂寄りの港内踏切を渡った先の2番線に浜坂方面行きが発着していた。しかしその後、2008年3月15日のダイヤ改正と同時に2番線ホームの入り口に立ち入り禁止の柵が設置され浜坂方面、豊岡方面ともに駅舎側の1番線のみに発着するようになり一面一線の駅となった。ただし港内踏切自体は 二番線側にあった南口からの連絡通路として残り、南口側からの出入りは引き続き可能であった。なお、閉鎖された二番線の場内、出発信号機自体は2009年頃まで稼働していたが、2010年3月時点では使用を停止していた。その後、2012年秋頃に防線化の工事が実施された。 その際に使用を停止していた2番線を使用するように分岐器は撤去された。駅舎及び1番線、駅前の広場の使用は停止され、国道から駅舎までの道路の踏切手前に駐車スペースが設けられた。2015年5月末時点でも、旧駅舎や旧1番線側のホームは、駅名標も含めそのまま残されている。ただ、旧1番線のレールは、 完全撤去されている。豊岡駅管理の無人駅となっており、自動券売機も設置されていない。隣の浜坂駅とは6.1キロと長い。1日平均の乗車辞任は12人である。近年の1日平均乗車辞任は以下の通りである。ありがとうございます。